始まりました。村上夏実のなっチャンネル。イエーイ。はい、この番組はなるようになるをテーマに声優バタ村上夏実が、なっちゃんズや村上夏実自身が考えたさまざまな企画をなるようになるかチャレンジ検証する毎月2回放送予定の番組です。番組後半は会員限定放送となっており、会費は1ヶ月税込み550円です。後半はチャンネル放送のみとなっておりますので、ご入会のほどよろしくお願いします。 YouTube では前半放送のみとなっております。またコメントやアンケートはチャンネル放送で行ってますので、 YouTube でご覧の方はよろしければチャンネル放送ページでご覧ください。番組の感想を Twitter でつぶやく際はハッシュタグウニナルと書いてください。目指せトレンド入り。ということで今日はゲストが来てくれています。この方です。みんな、ヤッホー、はじめまりあです。すごい、なんか今だよってのが思った。違うよ、みんな、こんなつわ、こんなつわ、こんなつわ、イエーイ、来ちゃった。そして、私のデザインしたリバーティエイジさんとのコラボの T シャツをマリアと着てます。来ちゃった、ヤッホー。見えるかな、見えるかな、かわいいんだよ、ほら、かわいいよ、マリア。お魚さんがね。なにお魚さん書いてあるんですよ、夏みと思いきやなんですよ。違うの。そう、え、これ実はルアーで、針がついてるんです。え、あ、これか。そう、ほんとだ。そうなの、かわいいじゃないの。これ書いたの？書いたの、自分で。あ、そう、私これ話したかったんですけど、なんか本当にまさかこのまんま採用されるとは思わず、なんか本当に一筆書きで、うん、こんな感じでいいやって思って持ってたら、あ、じゃあこれにしちゃいましょうみたいになって、すごく決まっちゃって。いいじゃない。これをさらになんかリメイクされるかと思いきや、もうその本当にだから私が書いたまんま。あら、まんまですって。まんまになりました。なんかさっき聞いたんだけど、私が初めて、そうなの、なっちゃんの T シャツをね、マリアが、私以外でマリアが初めて、初めて来てくれました。えへへ、嬉しい。やったね、来ちゃったよ。ぜひぜひ、今予約、受注予約開始してますので、うん、Twitter から、 Twitter からホームページから、はい、行ってください。よろしくお願いします。お願いします。と宣伝から入ってしまいましたが、マリアですよ。私ですよ。やっと、もうずっと来てほしかったね。私もずっと来たかったの。じゃあちょっと話そうか。なに、今日どうしたの、なっちゃん。どうしてない、いつもこんな、いつもこんな感じなの。あれ、あ、そっか、うん、じゃあちょっと、うん、第一印象とかね。第一印象とか、第一印象から、覚えてるかな。今に至るまでの印象の変化みたいな。変化みたいな、ちょっと聞きたい。聞きたい。私ね、私をどう思っているか聞きたい。あ、でも第一印象はやっぱり人見知りなんだろうなっていうのから私は入った気がするよ。マジ？うん、そっか。なんかみんな結構さ、グイグイタイプもいれば、あんまグイグイいかない子もいたけど、なんか一番私となっちゃんは後ろからこうスンって見てた感じのグループだった気がするから。でも私さ、一番最初の収録で集まった時とか、うんうん、めっちゃ私頑張ってみんなに話しかけたの。みんなのことなんて呼べばいいみたいな。だから第一印象はグイグイ系かと思ってた。そっか、そうね、勘違いだった。なんかやっぱ第一印象ね、ちゃんと覚えてないんだよね。でもなんかその初期のこのっていうのはやっぱ人見知りかな。私もマリアは人見知りなタイプだろうなって思ってた。だよね、だよね。でも未だに多分ここ2人はそうだよね、うん、そうだね、うん、ずっと人見知りだね。ずっと人見知り。ね、なんかなっちゃんは人見知りだけど、なん
かこう仲を深めるのがうまいからなんかねえ本当に、うん、嘘いいね友情関係が芽生える感じっていうのなんかねでも私あと一歩がいけないんだわあと一歩あと一歩があとそんなもうちょっとさ仲良くなった雰囲気出しつつ、うん、その最後にご飯行かないとかそういう最後の一歩がいけないんだあ難しいよね誘うのはそう難しい、私はだんだんねマリアのことを、うん、今日初めて言うけど、うん、のだめカンタービレの、うん、のだめにしか見えなくなってきて嘘そんな触らないかなこれこんな口こんなことしてるそうかわいいちょっとないよそうかわいいなんかたまにそんなことないでしょよってみたいなのだめやみたいな嘘わかる、だってわかる微妙に古い私大好きなんだよのだめが私も好きよだからなんか上のジュリっぽいみたいなっていう印象に変わりつつあるそっか、うん、じゃあ私はのだめちゃんらしく頑張っていくよいいよそのままでじゃあ、事前にゲストのメールも募集しているので紹介したいと思いますはいなちゃんずネームペロスケさんからいただきましたありがとうございま す。なちゃんそしてゲストのチュンルンこんなツアーこんなツアーこっちかこんなツアー、チュンルンゲスト会とっても楽しみにしていましたありがとうさてなっちゃんとチュンルンというとお二人ともこのところ女子力成長中のご様子ですがあらそうなの、うん、それぞれ最近自分の女子力が上がったと思うことは何ですかまたお互いを見て変化を感じることなどはありましたかあーなるほどねあいや待って私まずアピール、うん、はい私あいいやえ何ね何もう先にじゃあなんか気づいたこと言おう気づいたことからそうマリアは、うんうん、最近っていうかカメラを始めて、うん、始めたね女子カメラ女子になってる確かにそこが女子力アップなのではあれ伝わってないかなあれ違うの嘘待ってえそれ以外に何かひどいよごめんごめん待って私服装とか結構気を使うようになってこの間あかりんにも褒められたんですよ今日着てた服全く垢抜けてきたんじゃないって確かにでも素晴らしいよ動物が減ったね動物でも今日私クマさんどうなんだそうなんか絶対にどこかに動物がいるんだわマリアの服今まで今日は動物いるけどでもこの間あかりに褒められたからちょっとずつねなるほどね、うん、でも私も洋服は少しずつ本当、うん、アップしてるなっちゃんはほら気づいて最近さジムとか通い始めたじゃないだからジム系女子になったんじゃない違うなんかもっとお金あもうジムお金のこと言ういやジムもかかってんだうんかかってるよなんかもう少し目に見えてわかる変化がある、うん、わかんないかなわかんないかなネイル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 そうだネイルをやってるじゃんちゃんと継続してる素晴らしいよ今ほら見て桜あ、かわいいちゃんと季節に合わせてやってるのねついさっきやってタイムリーじゃないですかあら感じかな私の最近の女子力アップそんな感じ二人ともおしゃれさんになってしまったなえへへ釣り女子釣りはな釣り女子ねはいはいありがとうございました、うん、ありがとうございます続いてなちゃ
ネーム肉食系ベジタリアンさんからいただきました。ありがとうございます。村上さん、さしでさん、番組のスタッフの皆さん、こんなつわ。こんなつわ。村上さんはジムで体を鍛えてらっしゃると伺ったので、ぜひ腕試しにさしでさんを指相撲でやっつけてほしい。あ、指相撲。私これかと思った。これ指相撲ってどうすんだっけ。え、これにしない。これにする。いいよ。これにしていいですか。これにして。だってこれでしょ。これ地味じゃない。これちょっと腕相撲でもいいんですけど危ない。骨危ないんで。骨危ないんですか。へえ。じゃあ指にしようか。指にしましょう。つまんないな。そうですね。じゃあはい、事務所に怒られちゃう。よし、よーいスタート。ちょっと待って待って、わかる。まずさ、指の長さでさ、え、私指相撲全然したことない。あ復活されちゃったよ。これやばい、やってる時の顔が絶対やばい。待て、やこれ何、何秒数えればいいの。指相撲全然やらないから、まあ、3とか5とかじゃない。3とか5とか数えなきゃいけないんだ。へい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 。うん、1、2、あ、1、2、3、4、5。はい。あ、ちゃんと時計見て私は5秒数えた。マリアの勝ち。やった。やったよ。マリアの勝ちでした。